西武 E851 系電気機関車は、西武鉄道が1969年の西武、秩父線開業に際して申請した電気機関車である。私鉄各社の保有する電気機関車としては、唯一同軸を6軸備える、いわゆる F 型電気で、かつ、外形寸法、自重、牽引力、定格出力といずれも、私鉄最大級を誇った電気機関車である。 西武鉄道社内においてジャンボの愛称で故障された E851 系電気機関車は西武鉄道における貨物輸送が全廃となった1996年まで在籍した。西武秩父線は秩父方面への観光輸送のほか沿線に所在する武甲山より産出される石灰石を原料として生産されたセメント輸送を目的として 池袋線の終点であった阿賀野駅から西部、秩父駅に至る延長 18.9km の路線として1967年7月に着工、1969年10月に開通した。阿賀野西部秩父間は全区間にわたって秩父山系を貫く形で経路が選定されたことから当時の私鉄路線における最長山岳トンネルであった小丸トンネルを はじめとしたトンネルと最急勾配35パーミルの勾配区間が各所に点在する山岳路線となり、セメント輸送列車を牽引する電気機関車には、同区間を運転可能とする牽引力と都市部区間において電車の運行ダイヤを妨げない高速性能の両立が要求された。また西部秩父線は全区間単線で建設されたことから、 列車本数設定に関する制約が、複線路線と比較して厳しいため、貨物列車については一列車あたりの輸送量を増やすことによって、運行本数を少なくし、同時に輸送コストを抑制することも合わせて求められた。しかし、当時西武鉄道が保有した電気機関車各形式は、いずれも消失力の旧型車であったことから、重量列車を牽引するには、 性能不足が明らかであり、牽引力、低角速度とも従来車とは一線を隠す強力な電気機関車を新たに製造する必要性が生じた。こうして設計、製造されたものが E851 系電気、機関車である。1969年9月から同年10月にかけて E851 から854の4両が順次申請、導入された。 最大で換算量数百両、牽引荷重1000 10, トンに達するセメント輸送列車を牽引するため、本形式は同軸を6軸備える買い形電気として設計され、各部の設計は当時の日本国有鉄道における最新型の F 型電気であった e f 6 5系電気及び e f 8 1系電気の使用を概ね踏襲した。本形式の形式称号。 e 8 5 1系は前期国鉄型電気に形式を設計の基本とした車両であることを意味して付与されたものである。ただし、車体外観には西武鉄道独自の設計思想が取り入れられ、車体塗装は赤とアイボリーの二色塗装とし、ローズレッド一色塗装であった西武鉄道に在籍する従来形の電気機関車と比較して新鮮な印象を与えるものとした。 本形式の製造は、電気機器を三菱電機が、車体を三菱重工業がそれぞれ担当し、三菱重工業三原製作所において、組み立てが実施されたが、これは、セメント輸送の荷主が三菱工業セメントであり、同社との関係性から、三菱グループの三菱電機、三菱重工業へ発注されたものとされる。なお、 三菱グループは本形式のベースとなった EF-81 を製造していたが EF-65 は担当していない。車体中央部を主要機器を搭載する機器室とし、前後つまめに運転台を備える全長 16,500mm の全構成箱型構え体を有する。前面に乗務員扉を持たない非貫通構造で前面窓間柱を 極力細く取った2枚窓設計とするなど、主要設計は国鉄 e f 6 5系 d 番台の使用をほぼ踏襲したものとなっている。ただし、側面見つけについては、側面中央部に2箇所設けられた機器室最高窓を深淵形状として、アクセントとしたほか、機器室通風口の形状が異なり、前面窓直後の側面乗務員用、開閉可能窓については、 全面窓と一体化した衣装都市、同部分の五端部を側面最高窓と異装を揃えて半円形状に処理するなど、独自の設計思想が取り入れられた。外地を含む日本国内において、車体側面に新円形状の窓を配したデザインを採用した電気機関車は、本形式の他吉野鉄道が発注した電気51系電気機関車。 小田原急行鉄道が発注した101系電気、機関車、南満州鉄道が発注した3000系電気、機関車の3例が存在するのみである。また、戦後に製造された日本国内向けの電気、機関車における丸窓の採用例は本形式が唯一である。全商灯は、シールドビーム式のものを全面膜板上部に、左右一等ずつ装備し、全面腰タ部には、 後部標識灯及び通過標識灯を一つのケースにまとめたライトユニットを左右一箇所ずつ装備する。ヤネブは定期検査時における機器室内の使用機器の脱着を容易とするため国鉄 EF65 型など国鉄型電気と同様に取り外し可能な構造を採用した。車体塗装は赤を基調色として腰板部に大小のアイボリーの帯を2本回し、 前面窓周りをアイボリーに塗装、車体裾部を黒とした。その他、側面中央部には、車両番号及び、西武鉄道の車掌を配して、アクセントとした。車体のデザインは、黒岩康美が担当した。本形式の前面周り本形式を特徴づける、機械室部分の丸窓側面下部に設置される、製造名板主要機器に関しては、主制御機及び台車について、 国鉄 EF81 型と同一機種を採用した、他は、おおむね国鉄 EF65 系例番台の設計を踏襲した。ただし、本形式においては EF81 と同様に補助、電源装置に静止系インバータを採用したほか、勾配区間において、換算量数百両、牽引過重 10, 1000トンの列車を牽引する必要性から、重連運用に対応した。 総括制御仕様で落成した点が異なる。短期では10パーミル勾配上において1040トンの列車を、重連では25.6パーミル勾配上において、同一重量の列車を引き出し可能な性能を備える。以下、主要機器の製造メーカーは特筆なき限りすべて、三菱電機である。バーニア制御を取り入れた、超多段型原動化無軸式制御装置 x c 十八。 C-1 及び弱め開示制御機 XC-34C-10 を搭載し、前後の各運転台に設置されたキロリットル -38 主管制御機により速度制御を行う。XC-18C-1 制御装置は、カム軸を動作させる電動機の制御回路を無接点化し、信頼性の向上と保守の低減を図った。 主電動機を6機直列で接続する。直列のチ3機直列2群で接続する。磁気並列のチ2機直列3群で接続する。並列のチの3段組み合わせによる抵抗制御、および弱め開示制御機により弱め開示制御を行う。ほか、主電動機端子の有機電圧の比較によって、空転を検知し、自動ノッチ戻し機構によって、再粘着を行う空転制御。 および弱め開示制御による軸重保障制御機能を実装する。その他、前述の通り重連装滑制御に対応した、仕様とした。直流直巻電動機メガバイトマイナス 428AVR を一両あたり6機、全軸に搭載する。同種電動機の仕様は1時間定格出力4 2 5ットで、国鉄型電気において、正式採用された。 MT52 手電動機と同一機種である。一両あたりの定格喪失力は 2550kW で、歯車比は本形式の用途が、貨物列車稽引専用であったことから、電力費低減及び牽引特性強化を目的として、国鉄 EF65 系電機及び EF81 系電機の3.83とは異なり、 国鉄 EF60 系電気後期車と同一の 4.44? に設定した。駆動方式は、一般的な一段歯車原則式釣り掛け駆動、定格圏引力は 23,220kg フォース、定格速度は時速 38.8km である。DT138 両単台車 DT139 中間台車、国鉄 EF81 型と同一の、 DT138 両端台車及び DT139 中間台車を装着する。両台車の固定軸間距離は 2600mm と、国鉄 EF65 型が装着する DT115 両端台車及び DT116 中間台車の固定軸間、距離 2800mm と比較して 200mm、短いことから、 曲線区間燥工事に生じる機場への大圧の低減を目的として採用されたものである。DT138DT139 ともじくばね部を円筒ゴム案内式として修道部を廃止、台車枠を H 型プレスコーによって構成して軽量化と保守の低減を図った。また、牽引力の伝達は心皿を介して行われることから、 台車側心皿位置を極力基上面と近づけることによって左右両側の車輪踏み面と心皿との位置関係を接近させて重心を低下させ車輪踏み面と基上面との粘着性能を最大限確保することに留意した設定とした車輪径は 1120mm で両台車とも共通である枕バネは両台車ともコイルバネ式であるが 両端台車の DT138 が枕羽部を車体直結構造としているのに対し、曲線区間走行時に枕木方向の横道を許容することが求められる。中間台車の DT139 については、同じくダイレクトマウント構造ながら枕羽を枕木方向にのみ稼働するローラーを介して、車体と接合する設計を採用し、また枕羽上部に設置されたローラーの分、 枕羽根本体が台車枠下部に位置している点が外観上の相違点である。L-14AAS 自動空気ブレーキを採用、重連運転対策として釣り合い管を併設し、非常制動用電磁と出便を備える。各運転台には編成全体に作用させる自動ブレーキ弁と機関車のみに作用させる単独ブレーキ弁の二組の制動弁を備え、 その縦用制度を併設する。終電装置は、更新成功所制の必死型パンタグラフ KP-63 を1両あたり2機搭載する。同パンタグラフは、当時の西武鉄道の旅客用車両における標準機種である KP-62 系パンタグラフと終電スライダーなどを共通化し、パンタグラフ上昇機構も KP-62 系と同様に 上昇式とした。低圧電源装置には本形式の落成当時、一般的であった電動発電機ではなく定格出力4区場の静止系インバータを電動空気圧縮機は C-3000 をそれぞれ採用し、1両あたり各1機搭載する。連結機は前後とも並み形自動連結機を装着。連結機周辺には空気制度配管のほか 重連運用時に使用する各種引き通し線を備える。その他、全面廃焼器直下には、陶器積雪時における運用を考慮し、スノープラウ取付座を設置し、当初は陶器のみ、スノープラウを装着していたが、後に、通年装備に変更され、同時に従来廃焼器側に装着されていた、入れ替え作業引用ステップが、スノープラウ側へ移設された。 1969年10月14日の西部、秩父線開通と同時に運用を開始、三菱工業セメント、横瀬工場構内に位置する東横瀬駅を起点とし、東横瀬池袋間、及び東横瀬国分寺間において運行される、セメント輸送列車運用に充当された。また、東横瀬足学久間は25パーミルの、勾配区間が存在することから、 換算量数百両、牽引荷重千トンの赤車列車運行に際しては、同区間のみ十連で運行された。なお、輸送実績次第で E855E857 の3両を増備して、計7両体制とすることが計画されていたが結局、実現せず、本形式は終始4両体制のまま推移した。運用開始後に実施された改造としては、前述した。 スノープラウの通年装備化のほか、1975年の列車無線導入に伴って、全車とも屋根上モニター中央部へ列車無線アンテナを設置、また E853E854 の2両について1991年にパンタグラフ横に設置される、開きを電車の廃車発生品に交換した程度に止まる。後年、 国道299号をはじめとした秩父方面の周辺道路整備の進捗に伴ってセメント輸送におけるトラック輸送の占める割合が増加すると鉄道輸送によるセメント輸送量は1973年をピークとして年々減少の一途をたどった1990年度における1日あたりの 輸送量は1602トンと1973年度の3000トンと比較して約半分に減少し、10連運用が消滅して全列車とも短期運用となった。さらに、同時期には輸送量の減少に加えて経年が20年を超えた本形式の各部の老朽化が問題となりつつあったことからセメント輸送を全面的にトラック輸送に切り替えることが決定。 1996年3月7日をもって、西武鉄道における貨物輸送は廃止となり、用途を失った本形式は、同日より定期運用から離脱した。西武鉄道から JR へ返却される12系、客車貨物輸送全廃に伴う本形式の退役が決定した当時、西武鉄道社内関係者の強い熱意により、本形式のさよなら運転がありつ案された。 貨物列車を使用してのイベントは、貨物列車の運行スケジュールが流動的なことや、三菱マテリアル所有の貨車を西武鉄道線内に残してイベント用として借用することは問題が多く断念した。機関車のみの運転は乗車できないことや迫力に欠けることから採用されず、電車を牽引する案もブレーキの問題から断念された。そのため、 他社から客車を借り入れて運転する案が採用された。東日本旅客鉄道高崎支社より同社が保有する12、軽客車を高崎運転所から借り入れ、本形式が牽引するという形態で企画されたもので、流麗長一観から鉄道雑誌等において、たびたび一度は旅客列車を牽引させたい電気機関車と評された本形式を最初で最後の客車列車牽引運用に、 重当するというものであった。1996年5月22日にさよなら、運転のために対応された12系、客車6両の受け渡しが行われ、5月23日24日の2日間に、渡って、試運転が実施された。5月25日26日の両日に、所沢横瀬間において運行されたさよなら、運転当日は、 E853E854 を、牽引機として、短期牽引、重連、プッシュプル方式の3形態によって、列車を運行し、牽引機に重当された2両の前頭部には、さよなら E851 と記された、記念ヘッドマークが掲出された。さよなら運転は本形式の最後の運用機会であったことに加えて、おとぎ列車運行当時の山口線を除く。 西武鉄道における初の客車列車の運行機械で会であったこともあり、多くの鉄道ファンのみならず一般利用客からも注目を集めた。その後、1996年5月31日付で E851、E852 が、同年8月31日付で E853、E854 がそれぞれ除籍され、本形式は形式消滅した。 除籍後 E851E853、e、の3両は解体処分されたが、前述さよなら運転において、牽引機に充当された2両のうち E854 のみは解体処分を免れ、横瀬車両基地において生体保存された。同期は通常は非公開とされているが、毎年10月14日の鉄道の日にちなんで開催される西武トレインフェスティバルイン横瀬において、 横瀬車両基地に保管されている他の生態保存車両とともに一般公開される。ありがとうございます。